セップ駅は北海道ニーカップ郡ニーカップ町アザセップ町にあった北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号はセフ。1978年のセップ駅と周囲約500メートル範囲。右下が静内方面。島式ホーム一面二線であったが、すでに駅舎側は静内方が撤去されて、駅舎手前までが残されている。 また貨物ホームへの引っ込み線もあったが、そちらも撤去されている。駅裏のヤードには、木材が望みされているが、当線は利用されていない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名は、アイネゴ由来であるが、諸説ありはっきりしない。ポロセプ、親なる、広い、または、スッセプあるいは、 単に、セプなどが考えられている。島式ホーム片面仕様の一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の南西側に存在した、点鉄機を持たない、防線駅となっていた。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も、苫小牧方の点鉄機と、 校内踏切手前までのレールが維持された状態で、側線として残っていた4月時点では、点鉄機の先、ホームに至る間の部分に、車止めが設置されていたが、1993年3月までには、撤去された。ホーム前後の線路は、点鉄機の名残で湾曲していた。静内駅が管理していた、無人駅だった。駅舎は、校内の南西側に位置し、ホームに接していた。 友人駅時代の駅舎は改築され、車掌車改造の貨車駅舎を経て、新築のログハウス風の建物に建て替えられ、駅舎の位置も現在の場所に移動した。仙台の貨車駅舎は、単力色に塗られていた。駅舎の前には、花壇が設置されていた。またトイレは工事現場用の仮設便所となっていた。当線が、日高三石駅までしか開業していなかった当時、 ほとんどの列車がこの駅で交換した。1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。